市原井から木山という駅まで行きます。はい、で立ち払い、戦闘機神殿の掲示と、冷戦、22式のですね実機の展示がありました。あとですね特攻機、97式陸軍の戦闘機ですね、がありました。はい、その中で一番ですね、まあ、記憶に深く根付いてしまったのがその語り部、戦争で生き抜いた方のおばあちゃんなんですけどね、この基地で小学生だったのかな、の話、戦争の体験の話が本当にね涙が出ました。小学校に命中した B29 の爆弾で、一発の爆弾で30名の子供が亡くなるというですね悲惨な話、それとですね、お兄ちゃんを特攻隊として見送ったという話ですね。その本土に近づくアメリカの機動部隊をですね、から守るために、まあ、特攻として行ったんですね。はい、ここにはその特攻機の展示がございました。本当にね涙が出る、立ち払いですね、町の、博物館でした。